それでスクロースさん、この間受け取った荷物って危険なものじゃないよね。荷物を開けるときは気をつけた方がいい。この前友達に頼んで研究用の素材を運んでもらったら、輸送中の揺れで反応を起こしたことがあるんだ。開けた途端、夢の中にいてもすぐに目が覚めるような新鮮な匂いがプンプンしてね。もし中身がそういったものだったら、先にアルベド先生の意見を聞いた方がいいと思う。いや、そんな危険なものじゃ。ティマイオス、スクロース、何の話してるんだ？ああ、君たちか。実はスクロースさんのところに変な荷物が届いたんだ。変な荷物？そう、この前ここへ留学しに来たスメールの学者から届いたの。一緒に研究してくれたお礼にって。教令院の学者からの荷物か。何が入っててもおかしくない気がする。うん、中身は危険なものじゃなく、ただの変なカードだったんだ。以前ところで似たようなものを見た気がしたから、何に使うものなのか聞きたくて。似たようなカード？試薬を見分けるための試験紙とか？いや、そういうのじゃないの。ほら、これなんだけど。ああ、このカードね。あれ？っていうか、スクロースさんはこれを見たことがないのか？うん、ないよ。もしかして、この間までずっと雪山で種が5倍大きいスイートフラワーの課題を研究してたからかな。このカードって最近学会で注目されているような研究なの？それを言うなら確かに注目してる人は多いかな。でも研究じゃなく、これは今流行りのテーブルゲームなんだ。その名も七星召喚。七星召喚？ああ、前々からいろんなとこで名前を聞いてはいたけど、カードを見たのはこれが初めてだな。まさかモンドにもあるなんて。そんなに人気なのか？その通り。最近は七星召喚にハマる人が続出していてね。稲妻の八重堂も七星召喚をテーマにした娯楽小説を出すほどだ。しかもストーリーも面白いときた。物語はあるスメールの少年が自宅の屋根裏から古い秘典の箱を見つけるところから始まる。少年がその蓋を開けると、中には古の血統者ワニの王の魂が宿っていることに気づいた。実はキングデシェルトに仕えるワニの王は、トキの王と決闘の儀を行った時に相手の罠にはまり、秘典の箱へ封印されてしまったんだ。少年にたまたま救い出されたワニの王の魂は少年の体に憑依し、次第に彼を伝説の決闘者へと。ティマイオス、どうかした？スクロースさん、あ、君もこの物語に興味が湧いてきたとか。なら原作を貸してあげるよ。この間プライベートな理由で研究レポートの締め切りを伸ばしてもらってたよね。この前のは確かにサボりだけど、でも研究に新たな進捗がない限り、しばらく七星召喚には触れないと決めたんだ。そっか、残念。どうかしたのか？協力した学者がせっかく送ってくれたゲームだから、その行為を無下にしないためにも、せめてルールくらい知っておこうと思ったんだけど。あ、そうだ、スメールの学者が考案したゲームなんだし、遊んだら賢くなれるんじゃないか？だってちょっと気になるだろう。でもしばらく七星召喚を遊ばないティマイオスからは教えてもらえないよな。まあ研究の方が大事だからね。七星召喚のルールについて詳しく知りたいのなら、キャッツテイルに行くことをお勧めするよ。そう、その店だ。休憩時間になるとみんなキャッツテイルで七星召喚を遊んだり、たまにお互いのカードを送り合ったりしてるんだ。初心者にも優しい。ゲームのルールも一見複雑そうだけど、慣れればすぐできるさ。わかった。
旅人さん、パイモン、早速キャッツテイルで聞いてみよう。実はディマイオスの話を聞いてたら、七星召喚にちょっとだけ興味が湧いてきたの。やったぜ。じゃあ早速出発しよう。いらっしゃいませ。あら、旅人にパイも珍しいわね。それと錬金術師のスクロースさんもお久しぶり。うん、久しぶり。けど何度も言っているように、いくら出してもうちの店員の毛髪を買うなんて絶対ダメだからね。いや、マーガレットさん、今回はこの間の研究のために来たわけじゃないの。スクロース、前にキャッツテイルでどんな実験をしようとしたんだよ。私はただある推測を検証するために必要な素材を集めようと。うん、この話はまた今度にしよう。マーガレットさん、実は今回七星召喚のために来たの。聖召喚のことだったのね。今ちょうどその話をしてたところよ。最近七星召喚を目当てにキャッツテイルへ来る人が増えてるの。だからそういったゲーマーたちにサービスを提供するためスタッフを配置しようと思っていてね。そういえば君たちも会ったことがあるはずだわ。会ったことがある？リトルプリンスよ。ほら、キャッツテールの猫がゲーマーの皆さんにサービスを提供するなんてぴったしだと思わない？うん、僕が翻訳しよう。リトルプリンス様はこうおっしゃった。ゲーマーという呼び方はあまりにも範囲が広いから、カードで決闘に夢中になっている人のことはプレイヤーと呼ぶべきだと。まあいいわ。まだ紹介したことがなかったけど、こちらはプレイヤーたちにサービスを提供するリトルプリンスとジョインよ。ああ、マーガレットさん、それは違う。プレイヤー諸君を最強の使い手へと導いてくれるのはリトルプリンス様のみ。しかし一般のプレイヤーではリトルプリンス様の行動に込められた真意を理解できない。だから僕が間に入って交流しているんだ。僕はいわゆるリトルプリンス様の執事のような存在さ。お、また現れたな、動物の言葉がわかる人。動物でリトルプリンス様を一括りにするとは。リトルプリンス様は特別で唯一無二。今のはリトルプリンス様への冒涜だ。何でしょう？ジョインよ、俗世の凡人の目には我は普通の猫と変わらない。誤解されるのも常のこと。言い過ぎた。おっと、これは失礼した。猫と交流ができるなんて、言語中枢が改造されてるのかな。鳴き声一つでそこまでわかるのかよ。何せ僕は七星召喚という神聖な決闘を通してリトルプリンス様と心が通じ合ったからな。プレイヤーのみんなも決闘することで理解し合えるようになると信じている。七星召喚の決闘で心が通じ合うんだ。うん、にわかには信じがたいな。七星召喚についてならジョインに、いや、リトルプリンスに聞いてね。私が直々に説明してあげたいところだけど、
もう日課の散歩の時間だから、リトルプリンスと一回遊んでルールについて教えてもらって。卓越した武者が敵の意図を見抜けるように、この手のことはトップレベルの我にふさわしくない、故に断らせてもらおうと、リトルプリンス様はおっしゃっている。お前がやりたくないだけだろ。じゃあリトルプリンスじゃなくてお前と遊んでやるよ。すまない。リトルプリンス様のような偉大なプレイヤーと出会ったその日から、僕の手はリトルプリンス様のカードを持つためにある。決闘はもうしないと誓ったのさ。リトルプリンスが嫌なら仕方ないわね。じゃあリオナちゃん。何？言っとくけど、私今忙しいから。最近お店で七星召喚をやってる人がみんな何かしらお酒を頼むの。ゲームをするのに一番重要なのは理性を保つことだって、なんでわからないのかな。もうゲームもお酒もほどほどが大事なのに全くわかってないんや。なんというか、オーナーとしてはそういうニュースを聞けて嬉しいけど、ほらちょうど疲れてきたところでしょ。ちょっと休憩して、二人のお客さんに七星召喚のルールを説明してあげて。何が休憩よ、やだもん。それにだらしないおじさんが酒場で七星召喚をやるのをこのまま受け入れろっていうの？そしたらお店のお酒がますます売れて、モンドの酒造業がもっと繁盛しちゃうじゃない。モンドの酒造業を破壊するためにも、当面の急務は七星召喚がこの国で広まるのを阻止することにゃ。それは違う。リオナちゃんが言った通り、勝利するために理性を保つ必要があるのなら、そのために酒を飲む欲求も抑えられるはず。リトルプリンス様のおっしゃる通り。リオナさん、七星召喚を広めることは君のモンドの酒造業を破壊する夢を妨げるどころか手助けをするものだ。本当に？そういうことにしときましょう。ほらほら、お客さんたちが待ちくたびれちゃうわよ。バーテンダーの仕事はしばらくジョインに任せていいから。ジョインの身にはより重い使命が。バーテンダーの仕事ジョインに任せたわよ。わかった。うん、それじゃあそこの空いてるテーブルに移ろっか。さて、ルールを知りたいなら、まずあなたたちが構築したデッキを見せてくれる？構築したデッキ？対戦に使える基本デッキのことだけど。その顔、ちょっとまさか手ぶらで七星召喚を勉強しに来たわけ？そうそう、お試しデッキ。早くお試しデッキを出してくれよ。そんなものないんや。基本のルールを勉強するなら、せめて切り替えるためのキャラカードが2枚ないといけないにゃ。そうだ、先日営業が終了した後にお客さんがキャラカードを何枚かカウンターに忘れてったの。それを貸してあげる。本当にいいの？数日経ったし受け取りにも来てないから。でももしかしたらわざと置いてったのかも。持ってたのはお客さんが取りに来た時にいつでも出せるようにするためだからね。別にカードゲームが好きなわけじゃないから。よし、これでキャラカードが2枚揃ったな。ルールの勉強を始められるぞ。そうだね。どうする？さす、よし、じゃあ始めるよ。ふふん、七星
星召喚の世界へようこそ。簡単に説明すると、七星召喚はキャラカードを使って相手のすべてのキャラカードを倒せば勝利だよ。対戦が始まったら出撃キャラを一人選ぶ必要が。さっさと終わらせるぞ。まず毎ラウンド始まるときに8、これらのサイコロは元素力に相当すると言えるにゃ。ロールフェーズが終わったら真剣勝負の始まりにゃ。アクションフェーズでは元素サイコロを消費していろんなアクションを行えるの。よく行われるアクションはもちろんキャラスキルを使用することにゃ。ないね。これで攻撃が1回終わったにゃ。アクションフェーズでは両者が交互にアクションを行うの。あなたがスキルで相手を攻撃したから今度は相手が行動することになるよ。そして相手の行動が終わったらまたこっちが攻撃する番。これが万能元素サイコロだよ。あらゆるタイプのコストを払えるにゃ。これを使えばスキルの発動に必要な炎元素の代わりになるの。よくやったにゃ。これで敵を一人倒したね。でもゲームは始まったばっかりだよ。覚え、もうちょっと攻撃したいけどサイコロが足りないみたい。仕方ない。ここはラウンド終了をするにゃ。終了するとこのラウンドは何もできなくなるの。そして相手もラウンドを終了すると次のラウンドに入るんだ。ラウンドが始まるよ。新しいラウンドになったらまたサイコロを振ることになるの。うわー、運が悪すぎじゃにゃい。これじゃディロックのスキルが使えないよ。でも大丈夫。ここでリロールルールの登場にゃ。各ラウンドでは一度だけ不要なサイコロを選択してそれをすべてリロールできるの。アクションフェーズの開始にゃ。先行は前回のラウンドで先に終了を宣言したプレイヤーになるよ。つまり前のラウンドで先に行動を終えたあなたがこのラウンドで先に動けるってわけ。よし、この機会にチャージと元素爆発も学んでいこっか。スキルを使用するたびにキャラは1ポイントチャージするの。リルックのチャージがマックスになると強力な元素爆発を発動できるにゃ。こういう時は通常攻撃を使ってみて。リルックの通常攻撃を発動するには炎元素1つと任意の元素2つが必要。つまり元素スキルより通常攻撃は消費する炎元素サイコロが少ないってこと。
これでチャージが3ポイント貯まったね。それに必要な炎元素サイコロもある。ふふん。判決を下す。正式な七星召喚対戦では複数のキャラカードを使ってチーム、そこで登場するのが2枚目のキャラカード、ガイアニャ。ガイアの各アクションにはこ、氷元素ダメージを与えた後、氷、おとなしく仕上がる。よし、敵に氷元素を、各種元素ダメージは敵に対応する元素を付着させるの。元素反応が起こる。今相手は氷元素付着状態にあるでしょ。あ、そうそう、各プレイヤーには1名の出撃。通常使用できるスキルは、待機キャラのスキルを使う。例えば今の状況でリル任意の元素サイコロを使うことで待機キャラを出撃キャラに切る。行こうか。スキル発動と同じで、大半のスキルは出撃キャラのみ攻撃できるの。さあ、今はディルックが出撃キャラ。氷元素付着状態の敵に炎元素ダメージを与えると、妖怪反応を引き起こしたらダメージはプラス。これで一気に大ダメージを与えられるよ。次はキャラか。これらのカードはアクションカードと、よかく対戦が始まる前にデッキ、うん、攻撃に使える。リロールしても使えそうなサイコロがないね。でも大丈夫、こういった状況でもアクションカードを甘く見ないでね。フィールドにいる、あ、このアクションカードを発動するにはこれが2つ必要だね。このあと他のカードにあるこのコスト、このコストはさっきのに比べて簡単だよ。任意の元素サイコロでいいんだ。また機会があったらせ、うん、手札からアクションカードを出す場合クイックアクションになるの。簡単に言うと手札のカードを貼っても、リルックの元素スキルにはほけど大丈夫。手札を1枚捨てることで元素サイコロを現在の出撃キャラの元素に、ってこのカードはしばらく使わないから、
しい元素サイコロが来ないと思った通りに行動が出も、七星召喚はデフ、こういう時はふふん、使わない手札の発動と同じで、じゃあ続けて元素よし、これで逆炎の刃をつ白鉄の体験を装備してるから、逆炎の刃のダメージが、さてそろそろ最後のレクチャーだよ。正式な対戦では初期手札を調整す、ニニの枚数の手札を山、初期手札を確認したら、今回はヤバそうなあなたの腕を見せてもらうね。用意はとっくにできてるぜ。フル動作がさ、ズバリ敵が何をしようとして、うん、ここでそのラウンドの敵の行動、ここには敵がこのラウンドで行おうとする行動が、それを参考に有効な策を練れ、よし、これでチュートリアル、さっさと終わらせるぞ。エンドフェーズごとにアクションカードの山札からちゃんと覚えておいてよ。面白いものを探しに行こう。
おとなしくしやがれ。これが基本のルールだ。さっきのはチュートリアルの冒険挑戦モード。七星召喚はそれぞれ3枚のキャラカードを使って対戦する。でもルールは一緒だから、これさえ分かってれば。まだ確かに詳しい説明だった。あの、いつからそこにいたの？リオナが夢中になって説明していた時からだ。邪魔をしていなければいい。いつ近づいたのか、それすらわからなく。もう、なんでこいつがここ。キャッツテイルも、モンドの酒造業の一部だ。今日来たのは、マーガレットさんとショー。あの人ならここにいないよ。いや、構わない。急を要する商談じゃないからね。このカード、ディラックのキャラカードだな。七星召喚については知っていたが、このカードは先日あるお客さんがキャッツテイルに来た時に置いてったものなの。うん。顔に眼帯をつけてない、肌が雪のように白い真面目な表情でお酒を飲む時に。なるほど、眼帯か。真逆のことを言おうとしたら緊張して。平気さ。それにあいつは。じゃあこのディルッコのキャラ。大丈夫。ただ僕。でもまさかディルックさんも七星。近頃流行りのゲームだからな。ルールも格別に面白いものだ。僕もそのつもりだったが、僕をイメージしたカードが。そろそろ帰る時間だ。一度関係者に。じゃあ僕はこれで。いってらっしゃい。護衛隊長。ガイアさん、何事もなければいいけど。そうだ、ルールも学んだこと。ルールを覚えたばかりの初心者同士で。でも正式な決闘には3枚のキャラ、3枚のキャラカードと30枚のアクションカード。じゃあ私をモデルにしたカードを使ってみよう。前に送られてきたカードの中。これで私もあなたもガイア、ディルック。うん。冒険挑戦とは違って、決闘対戦中相手はアクションカードを使ってくるし、それから相手も元素サイコロを使って行動するから。さ、さっさと終わらせるぞ。
6308式ユニット。安全距離確認。おとなしくしやがれ。面白いものを探しに行こう。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。たまらない。そんな予想外の要素が。
6308式ユニット。この瞬間、お前は永遠を手にする。キュンキュン、あ、こんなことになるなんて。行こうか。負けちゃうなんて。対戦中の主者そんなルールないから、スクロースさん。うん、わかった。面白い対戦だったよ。スクロースも悔しがったりするんだな。もちろん負けるのは悔しいよ。それに研究の途中、実験がうまくいかないときは不安にだってなる。特にアルベド先生のような卓越した錬金術師が隣にいると。錬金術やら実験やらカードゲームも一緒で、負けたらリベンジしたい。うん、技術、経験、それらをすべて。ずっと勝てなかったら。ずっと勝てなかったら落ち込むけど。うん、ビオナスクロースさんは十分強いよ。私から見たら普通の酒の。ありがとう。負けたのはちょっと残念だけど。ならよかった。また七星召喚を遊びたくなったら、キャッツテ。うん。よし、これで基本のルールは分かったよね。私も、はん、モンドの酒造業を破壊するために。な
るほど。七星召喚のルールについて。旅人マスクラース、おいらはお前と。プレイヤーになるのはそう簡単なこと、リトルプリンス様はおっしゃっている。でも確かに七星召喚プレイヤー協会が認める、あれはテーブルゲームの七星、とにかくプレイヤー協会が認めた三人に。こさっきの確かにこの目で見たわけじゃない、聞くだけでは。これくらいトップレベルの決闘者なら当たり前だ。つまり旅人はスクロースさんもさっき負けはしたけど落ち込む。だがその前に、おっと危ない、リトルプリンス様に言われてなければ。お、さっきティマイオスが言ってた小説に出てきたやつ、オイラも思い出したぞ。あれって実在実は全ての七星召喚のボードが秘典の箱になっているんだ。あ、オイラ分かったぞ。もしそうなら決闘で魂になった人がどれだけ必要なんだ。お互いを。なるほど。ちょっ、ひひ秘典の箱は、なぜならリトルプリンス様も僕も七星召喚を是が非でも広めたいと思っている。オーナーのところで秘典の箱を受け取り、そのでもそれじゃあ旅人正式なプレイヤーになるための最後の愛というわけで、皆さん七星召喚の対戦を楽しんでくれ。ちゃんから七星召喚のルールはもう学んだのかしら。わかった、秘典の箱を受け取りに来たんです。これが秘典の。そう、スメールの学者たちが作ったボードよ。周り、そうだな、いくら面白いゲームでも一緒に遊んでくれる人がいなきゃちょっと。だからゲーマーたち、いやプレイヤーたちがキャッツ。それはついだよ。大事なのはおな。うん、じゃあ私も相手を探しに。ありがとう。どうなさいましたか？ご、オイラたち、七星召喚の正式なプレ。なるほど、威勢がいいですね。確かにプレイヤー、仕方ありません。それでは七星召喚で決闘しましょう。
私頑張る。6308式ユニット。さっさと終わらせるぞ。まさか負けるとは。あなたたち、今度時間があったらまたやりましょう。やった！これで2回勝利したぜ！早くキャッチテイルに戻ろう。でも、リトルプリンスが招待した相手って一体誰だろうな。彼にはプレイ、我が招待したプレイヤーに、リトルプリンス様はもちろん、相手が誰だろうとこいつは負けないぞ。そうだろ。よろしい。運命の晩星が勝利を宣誓したことで、私の偉大なる勇気ある挑戦者よ、前へ出なさい。このポーズ、率直に申し上げますと、そこまで待っておりません。あれ、こ相手はマチクと、リトルプリンス様はおっしゃっ。お、いかにも。失勢召喚は、その名の通り、一歩間違えれば、未来永劫、取り、大元無心な万象狂気断罪眼を持ち、三千世界と、千番の戦場を遍歴したこの皇女ほど。そうなのか。はい、お嬢様は多くの方々が。それもそうだな。そっか、
そういえばリトルプレイスは実力にふさわしい相手って言ってたよな。つまっ、この公女が一目見れば人が作りし法則の方。お嬢様も2回勝利しています。それじゃあこの対戦は。いかにも。この公女は運命の召喚に応じ。お嬢様。お、いかがかしら。異邦の旅人、運命の弦に触れ幽水のレクイエムをかな。それではお手並み。これ。7号式モジュール。
こいつはどうだ。さっさと終わらせるぞ。こいつはどうだ。楽しみは、これは勝利を手にするためのちょっとした必要な犠牲よ。用意はとっくにできてるぜ。私はそんな、まずそのイカ槌を加えしくちばしで障害を一掃なさい。お嬢様、旅人を直接攻撃するのはどうかと。こいつはどうだ。
風邪ひくなよ。行こうか。想定内の不運だ。なんということ、旅人、これ見事な策略。おめでとう。これで3回勝った。やったぞ。うん、私も2回勝ったんだ。そっか。さすが旅人、下級の戦場を勝ち抜いた輝かしい栄誉を称えるため、私の化身をあなたに授けましょう。お嬢様はあなたたちに、おフィッシュルのキャラカードだ。気にしないで、素晴らしき決闘の勝者に。そうだ、フィッシュルさん、私もついさっき2回、ええ、喜んで。そうだ、ここに来るとき、リトルプリンスとジョインス、まさか、わ、早く受け、雷サイコロを3個消費し、わ、ほう、最終的に勝ったのは君か。ご苦労。正式プレイヤーにな。プレイヤーハンドブックには、それからキャッツテイルで七星召喚の関連商品、また友達と対戦したいのなら招待用の、そう、カウンター席の横にあるあの掲示板。基本の説明は以上だ。うん、もちろんだ。あ、七星召喚を楽しんでくれ。磨き合えるなんて光栄です。
なたと技を磨き合えるなんて。またか。面白いものを探しに行こう。ご教授は。神里流、消滅。これ。
この瞬間、お前は永遠を手にする。さっさと終わらせるぞ。我が命を聞きたまえ。ですね。判決を下す。しまった。
ても満足のゆく一戦でした。